スタニスワ・アフレムは、ポーランドの小説家、SF 作家。ポーランド SF の第一人者であるとともに、20世紀 SF 最高の作家の一人とされる。また、著書は41の異なる言語に翻訳され、2700万部が販売されており、世界で最も広く読まれている SF 作家である。代表作に、二度映画化もされた、ソラリスの火のもになど、 日本での翻訳初期にはロシア語版からの重訳での出版が多かったためか、ロシア語読みでスタニスラフ・レムと紹介されることが多かった。1921年、ポーランドのルブフに生まれる。医師である父サムエルはユダヤ系、母サビーナはカトリック系であるが、レムはカトリック教徒として育てられる。家庭は裕福で、少年時代は、 フランス人女性の家庭教師からフランス語を学んでいた。ギムナジウム時代に知能指数が180であることがわかり、当時の南ポーランドでは最も頭のいい子供だったという。1940年にルブフイカ大学に入学し生物学を学ぶかたわら、数学や思想、哲学、サイバネティクスの研究も行う。また、 H.G. ウェルズやオーステープルドンなどを読んで SF にも関心を持った。ルブフがナチスドイツに占領された機関は自動車工、溶接工として働いていたが、サボタージュや武器弾薬を盗んでレジスタンスに渡したりしたため、解放まで偽の身分で暮らさなくてはならなくなった。また家族も身分証を偽装してゲット入りを免れていた。1946年、 ルブフがソ連に活上されると、一家は財産を没収されて、クラクフに移住、ヤギエオ大学で医学を学ぶ。1946年からは雑誌に、詩や短編小説を発表し、小説、火星から来た男が、雑誌への初掲載だった。1948年に、ヤギエオ大学を卒業するが、類線庫事件により、医学界に嫌気がさして、 大学付属の科学研究員に勤め、月刊誌、科学生活の科学顧問として、科学の方法論などに関する論文を発表する。この年、長編小説、失われざる時を執筆。これは、現代小説で3部作のうち、第2、3部は、社会主義リアリズム作品となっているが、第1部がその枠から外れていたために、出版できなかった。 1951年、金星音無が高い評価を受けて、専業作家となった。この時期の作品は、社会主義リアリズム影響下にあり、レム自身その価値を否定している。また同年執筆した、マゼラン星雲は、当時、サイバネティックスが、資本主義のエセ科学とされていたために、メカニオリステックスという造語を使ったが、 見破られて1955年まで出版できなかった。1953年医学生だったバルバラ・レシニャクと結婚。スターリン死去による雪解けとともに、レムも社会主義リアリズムの制約から離れて執筆できるようになり、失われざる時も1955年に出版された。1955年に金十字功労省受賞。1957年、 クラクフシ文学賞受賞。1959年、ポーランド復興十字勲章受賞。1965年、ポーランド文化芸術大臣賞第2隻。1959年から1964年に書かれたエデン・ソラリスの火のもに、砂漠の惑星は、 あとにファーストコンタクト三部作と呼ばれ、一世人とのコミュニケーション不可能性がテーマとなっている。1967年に、オーストリアのフランツ・ロッテンシュタイナーの SF ファン人に協力、寄稿をし始め、ロッテンシュタイナーにより、西側の SF を入手できるようになり、あとには、西側でのレムのエージェントにもなった。1969年、 外務省から外国でのポーランド文学普及に対して表彰状を受ける。1970年代になると、研究所、SF と未来学や、メタフィクション、完全な真空、虚数などを発表。1976年、文化芸術大臣賞第一席。1979年、ポーランド復興上級十字勲章受章。 海原例の敷かれた1982年、西ベルリンの高等科学研究所の研究員として、招へされる。この同僚であったオーストリア文学研究所所長、ボルフガング・クラウスの招待で1983年に、ウィーンに移り、1988年帰国。ベルリンにいる期間に、完全な真空の一作、ワン、ヒューマン・ミニット。 21世紀の受験簿の短編3作を執筆、ニューヨークタイムズ、朝日新聞へ寄稿し、1987年に書いた大失敗が最後の小説となった。2005年、レム著作集完結を記念して、クラクフにて出版元文学出版社によるレム会議が開催され、県立図書館での展示会、ヤギエオ大学展問題での見学ツアーと講演。 街の中央広場での地球外生命大集合と、宇宙ファッションコンクール、シンポジウム、私とレムなどが行われた。2006年3月27日、ヤギエモ大学病院にて死去。社会主義リアリズム時代の著作、金星王島なし、マゼラン星雲は、ソ連で100万部以上出版され、その後社会主義国全域で出版されるようになり、60年代には、 ポーランドで最も有名な現代作家となった。日本では、金星王島なしが1961年、ソラリスの日の下に、が1965年に翻訳、砂漠の惑星が1968年に、世界 SF 全集に収録され、高い評価を得る。1970年に、日本で開かれた、国際 SF シンポジウムにおいて、日本以外の西側諸国において、 初めてレムの存在が認知されて、レムブームが起こる。1973年に、アメリカ SF 作家協会の名誉会員とされるが、アメリカ SF への批判が元で1976年に、資格を剥奪される、いわゆるレム事件が起きる。1984年には、レムの代表的論考を集めた、マイクロワールズが英語圏で出版されて、評価を得る。 1987年に出版された大失敗は1995年までに欧州13カ国語に翻訳出版されている。ソラリスの日のもには代表作の一つとされ惑星ソラリス及びソラリスとして二度映画化された。タルコフスキーによるソラリス映画化の際はシナリオをめぐって対立し、それ以降は作品の映画化を拒否するようになった。 2002年のソダーバーグ版についてもレムは作品を見てはいないし、脚本も読んでいないので公正な評価はできないが、批評に書かれているようなラブストーリーとして映画化されているのであれば、私の本とは異なるものだと否定的に述べている。1986年、ヨーロッパ文学のためのオーストリア国歌賞を受賞。未来学会議はアリ・フォルマン監督でフランス・イスラエル合作の コングレス未来学会議として映画化された。作品には、初期作品も含む現代小説、ソラリスなどのシリアスな SF、太平洋シリーズや、宇宙創世紀ロボットの旅などの偶話的 SF、評論や、メタフィクションなどがある。作品は、ポーランド語独特の表現法が、散りばめられていることが多く、多言語への翻訳は、非常に難しいとされる。 レムの生まれ育ったルブフは、レムの生まれた時期は、ポーランド領だったが、その後ナチスドイツに占領され、ついでソ連領となった。このような経験によって、確実なものなど何一つないという世界観が、形成され、作品における、人間の理性の限界を見定めようとする唐突した、眼差しであり、絶対的なイデオロギーに対して懐疑的、 相対主義的な見方を取ることであり、理性の限界の外に広がる宇宙の脅威に対して、自らを開いていこうとする姿勢を生んだ。ソラリスは、世界で、多くの研究がなされ、アメリカのイシュトバーン・チチェイロー内は、いくつもの並行した、あるいは相反するような解釈を誘っているとして、スウィフト流の風史、カフカ風の実存的具は、解釈学のメタフィクション風パロディー、 セルバンテスを思わせるアイロニックな騎士道ロマンス、人間の意識をめぐるカントバリの干渉として読めると、表している。また、ポーランドのイェジーやジェンプスキは、まず第一に、恐怖小説を模倣する物語であり、次に、精神分析を可能にする存在論的論考であり、科学についてのいわばメタ科学小説であり、人間の意識をめぐるデカルト的偶話であり、神をめぐる、 刑事情学的小説であり、そして最後に、コンタクトをめぐる、典型的な SF 小説であるとしている。自伝、高石城は、幼少期から18歳までの少年時代を改装した、もので、時代背景の説明などを話しで、当時の記憶を子供の視点のままに再現しようとしたものになっている。1975年の再刊の際は20代の頃に書いた詩が収録された。 偶然の哲学は独自の文学理論を体系化し、サイバネティクス、数学、論理学、生物学、物理学など、自然科学の方法を取り入れた文学研究を確立しようとし、現象学、構造主義による文学理論を批判したもので、発表と同時に、ポーランドの文学研究者の間に強い反響を引き起こした。また論文。 スベタントドロフの幻想的な文学理論では、トドロフの幻想文学論助説の示す図式の粗雑さを指摘し、また文学テキストを受容する読者の役割を強調している。SF と未来学は文学理論を SF にも適用し、現代 SF の90%以上は SF 本来の可能性を全く無駄にしているくだらないものだと分析し、またタツミタは、 美学、認識論の彼方に夢見られる、新しい感受性などへの考察を、ポスト構造主義的と指摘している。レムの作家活動は、1984年の時点で、述べられる3つの時代と、それ以降の2つの時代で大雑把に分けられる。その他、短編小説、ノンフィクション、評論等多数。httpww.mirror.co.uk ニュース、トップストーリーズ、2011、11、23、スタニス・オー・レム・グーグル・ドゥードゥル・テンシングス、ユー・ニード・ツー・ノー・ア o ウト・ザ・ポーリッシュ、サイエンス・フィクション・ライター -115875 から2358万2355、スタニス・ロー・レム・グーグル。ドゥードル、テンシングス・ユー・ニード・ツー・ノー。 About the Polish Science Fiction Lighter Hutt, The New Yorker 59号88から98ページに、掲載の自伝的エッセイチャンスオーダー及び、11種クロニクル掲載の死亡記事から。A.B. Peter e n g によるインタビュー、果てしなき地をめぐって、Hutt A.B.C.100 分で名位置をスタニスワフレムソラリス、スタニスローレムザオフィシャルサイト掲載の記事。 ソラリス・バイ・ソダーバーグ・ザ・ソラリス・ステーションアーカイブから柴田綾の失われた幼年期を求めて沼野光吉とドロフタイレム幻想文学の理論をめぐって沼野光吉英ビブリオバイオグラフィカルスケッチ読むための念譜偶然と秩序の間で弾く自伝久山孝一役者後書き山岸誠ありがとうございます